台湾の蒋介石元総統の日本留学時代のノートなどゆかりの品20点余りが日本の美術館から台湾に寄贈されました。寄贈式は先ほど大使館にあたる台北駐日経済文化代表所で行われ、大使にあたる謝長廷代表や台湾の歴史資料を保管する国史館の館長、それに神奈川県箱根の彫刻の森美術館関係者らが出席しました。今回寄贈されたのは蒋介石の記念の短剣や日本留学時代のノートなど24点です。これらは彫刻の森美術館の敷地にある蒋介石の名称がついた忠誠堂と呼ばれる施設で保管されていました。寄贈を受け台湾側は、日台文化交流の重要な資料で将来は一般に公開されるとしています。